毎回大反響のマダマシーショッピングの時間がやってまいりました。つくしもさん、今日のご紹介の商品は、まあ、大学の教授でスカートの中が覗かしたくて仕方がないという、はい、そんなあなたにですね、おすすめの一品でございますね、はい、なんと手鏡いらずという手鏡いらず、これを使えばですね、電車の中、街中どんなところでも覗けるという、ね、これですか。こちらが手鏡いらずなんですが、実際どのように使うのか使用例をご覧いただきたいと思いますので、それではお願いいたします。お、うわ、女子高生の電車の中、はい、お、今の、ね、こちらがそうなんです ね、 よく見かける。そうですね、はい、うん、あ、痴漢と間違われたくないから両手上げそうだね。なるほど、モデルさん、あの下着の色はピンク、ピンク、ピンク、ピンクって言いましたね。ピンク、ピンク、正解はピンクです。あら、あ、おお、ピンク、すいません、あれ、あれ、はい、おお、あれ、これ一体どうなってんだ。誰でも簡単にスカートの中を覗ける手鏡いらず、今回はストレスのたまった大学教授の方限定で300名の方にご提供させていただきます。これ300しかないんですか、もったいないな、欲しいな。さあ値段の方参りましょう、はい、花火大会を手鏡いらず浴衣タイプをお付けして、つまり3648に見ろよファンキー、見ろよファンキーでご提供させていただきます。これは欲しいな。さあお申し込み番号は今すぐ電話081の1919、はい、ね、おっぱいいくいく。福島さん、恥ずかしくない、あんた何言ってんだ。おっぱいいくいく、悲しい、まあ、電話番号ですからね、お申し込みください。はい、それでこちらの電話番号までお申し込みください。毎回大反響のマダマシショッピングです。つくしもさん、うん、続いての商品は、今巷でダイエットが今流行ってますけどね、はい、流行ってますね、うん、これの究極のダイエットだって言われてますね、うん、こダイエットよ、え、あのこダイエットあれのなんとカレーだな、そうなんですか、作りました、いよいよ、そうなんですね、こちらがそのカレー皿なんです。今やもう若い女性の皆さんの間で大ブームとなりました。うっこダイエット専門店も登場していると。そうなんですよね。で、実は今日はですね、その専門店のマスターがお店と同じように食べていただこうということで、わざわざスタジオにお越しいただきました。マスター、はい、あの私テレビで見たことありますよ、マスター、昼間のワイドショーとかで行列ができてやってました、はい、埼玉県伊能市でうっこカレー専門店お通じを経営していらっしゃいますマスターの弁田さんです。お越しください。マスター、マスター、インタビュー見てましたよ、見た見た、よろしくお願いします。ちょっと弁田さん、いいやつかけてやってない、うわ、今日は本当お店と同じように食べていただこうということで、まるっきりカメラの前行っちゃった弁田さん、わ、これお店でいつも出してるやり方ですね。そうなんです、もうお店と全く同じものを今日はスタジオで、うわー、うわー、うわー、おー、来てる、これ切り、おー、おー、あー、あらら、出ちゃった、出ちゃったよ、あらー、うわ、気持ち悪い、もう、とっとと帰ってこない、吐き出してきた、マスターありがとうございました、わざわざお越しいただきまして、はい、さあこれがあのあれですよ、弁田式あの有名な、さあ森田さんどうぞ、あのいやいやいや、福島さんから、いやいや、私はもう違う、うん、ほら、うん、食べ、あ、え、俺出た、おい、ついに今ナウな OL の間で大評判、どんなにお腹が空いていても食欲が全くなくなる驚きのダイエットカレー皿、なんと今回は931円でご提供させていただきます。ご希望の方は今すぐお電話を。